図1は半径が2センチの玉、7個がちょうど入っている円柱である。図2は直径が図1の円柱の底面の直径と等しい球であり、図3は底面の直径が図1の円柱の底面の直径と等しく、図2の、玉1個と、半径が2センチの玉6個がちょうど入っている円柱であるということになっています。この時次の問いに答えなさい。ただし円周率は π とするということになっていました。まず整理をしていきますけれども、半径が2センチの玉7個がまず入っていると、こういうことになっています。そうしますと、この玉の半径が2センチなので、これ1個分ですね。これが2センチということになります。そうするとですね、この2センチのやつがここまでつながるので、1、2、3、4、5、6個あるということですね。2センチが6個あるので全部で12。ってことは半分にすると、半分の時には半径が6っていうことになります。つまりこの大きな玉ですね、大きな玉の方の半径は6だというふうにまずは整理をしておきます。では1番、図4は図1の平面図である。図1の円柱の底面の、直径を求めなさいですね。今回直径をということになっていますから、まず1番の時点では、このここからここまでですねの長さということになるので、直径は12センチ。では2番です。図2の球の体積を求めなさいですね。はい、こちらの体積を求めろということになっていますけど、球の公式は、表面積が心配 R の2乗、体積が身の上に心配 R の3乗になっていましたから、今回は半径が6なので、2番の回答は3分の 4π かける6の3乗を計算すればいいと。そうするとこちらは288π と出てきました。じゃあこれが2番の答えですね。3番、図5は図3の立面図である。図3の円柱の高さを求めなさい。さて今度はですね、この高さを求めるということになっています。でここからはかなり悩むところだと思うんですけれども、高さを求めろということになっているので、まず最初にここに1本線を入れます。でこの線を入れたんですけれども、ここからですね、例えばここに1本入れると、今引いた線は2センチですよね。で今度はここの真ん中に中心を作ってあげて、ここをつないでみます。さてそうすると直角三角形ができたわけですが、今分かっている長さを確認していくと、この幅は4ですね。そして、ここの長さなんですけど、こっからここまでは半径6でした。この部分は2でした。つまり合わせると8というふうに出すことができます。4センチと8センチ直角三角形ですから、まあ比でいくと1対2になっているわけですね。1対2とくれば1対2対ルート3でいいんですけれども、ここの長さは4ルート3です。もちろんここを出すために計算しても結構ですよ。4の2乗、あ、ごめんなさい、6の2乗引く4の2乗と、
三平方の定理を使っても同じように4ドゥルと3というのは出すことができます。またここの長さですね、半径ですから6で、ここも円の半径ですから2、つまり高さにあたるここからここまでの長さはいくつかという話になると、3番の回答としては2と4ルート3と6を足せばいいので8プラス4ルート3センチ。はい、これがカッコさんの回答ということになります。さてでは4番ですね、最後に円柱の中にある7個の玉の中心を結び、底面が正六角形の角錐を作るということになっています。では、7個の玉の中心を結ぶなので、まあ、このそれぞれの玉を結んでいくわけですけど、まず底面の方は上のやつで見ましょう。それぞれの中心を結ぶということですから、はい、これが底面になりますね。で、今回は円錐なので高さに関しては先ほど出したこれを使えばいいと。じゃあまずもって、これを結んであげてですね、まあここで書いてみると、この円の中心を全部こうやって結んでいくわけですから、円の中心、円の中心、真横から見た図はどうなるかというと、こういう状態ですね。はい。この底面に当たるところが、この上の六角形と。で、高さはこの部分ということになります。まあ、高さは4ルート3でいいということですね。じゃあ、あとはここの面積を求めてあげればいいので、これを求めていくわけですけど、この面積ですけど中心と結んでみましょう。ここを結ぶ、それからここを結ぶというのでやってみると、こうちょうど正三角形ができます。でこの正三角形が全部で6個できると。じゃあ1つの正三角形の面積を考えます。4番の問題ではまず正三角形があって、もうちょっと大きくしましょうか。ちょっと不器用ですけど、これ正三角形とすると、この正三角形一つの辺が2センチと2センチで4センチですね。そうすると4センチ4センチ、ここで引くとこちらが2センチになります。そうするとこの高さに当たるところは1対2対ルートの3ですから2ルートの3センチ。この三角形、正三角形1つ分の面積が底辺×高さ×2分の1で、これが全部で6個あると、1,2,3,4,5,6 個あるんですから、かけるの6、これが底面積です。これに高さをかけてあげればいいということですから、高さの方は先ほど出したここですね、ここが高さなので4ルート3、最後に錐ですから3分の1をかけてあげないといけません。さあこれを計算していきます。これを計算すると、同じルート3がね2つありますから整数96と出てきて、96立方センチというのが今回の答えということになりました。以上が大問4の問題の解き方ということになります。とても分かりにくいんですけど、この底面が正六角形の角錐を作るというところが、まあ、ここ結んでね、作っていく。で、こう底面に高さ、
じゃあこの形をっていうところが、まあ、非常にイメージしにくくて難しいという人もいたんじゃないかなというふうに思います。